チェリーゴルフの八島カントリークラブに来てます。いい天気です。今日はとてつもない人に来てもらいました、はい、ビッグスターです、はい、見てください。身長いくつですか？190センチですね。ねえ、なんと あの NBA プレーヤーの渡辺裕太さんのお父様、はい、ワールドカップでも活躍して、ありがとうございます。パリオリンピックの切符も、はい、取りましたね、はい、ありがとうございます。パリ応援行かれます？行きたいですね、ぜひ、はい、僕実は去年の7月に、腰を手術しまして、うん、もうそれでこうバンバン振れなくなっちゃいましたね、うん、前はやっぱり260ヤードぐらい飛んでたんですけど、なるほど、今はもう200そこそこぐらいで。今日はですね、とことんプロにですね、そうです、いろんな悩みをちょっと相談してください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。かーかー、すっごい、いきなりやってそれですか。ウォーミングアップもしてないのに。ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。お願いします。おお、うん、力強いですけどね。ナイスショットです。まあでもちょっと足を、うん、その怪我されてるんで、はい、まあ言ったら手でちょっと打ってるんですけど、その手のスピードが結構速いので、はい、で昔はもっと飛んでたんだなっていう感じはしますけどね、はい、こうなかなかね、こっちで踏ん張れないんでね、これが蹴れないんで、足が悪いもんですから、うん、頭のこの高さが絶対変わらないように打ったわけ、手打ちでもいいので、うん、もうその足がちょっとなんで、はい、だから頭の位置を変えずに絶対ミートするっていうことを心がけた方がいい。やっぱこうなってる、はい、あ、なるほど、少しですね、だから手打ちでもいいので、やっぱ軸がずれるとどうしてもミート率低くなる、はいはい、頭の位置を動かさずに常に、はい、であとはもう手でなんとかここを芯に当てれるようにしたらいいと思います。もう一回、せっかくですか、そのアドバイスを持って、せっかくですから手打ちのしかできないっていう人もいるじゃないですか、はい、いろんな事情で、はいはい、ただやっぱ頭を動かさないでやるってことによってミート率高くなる、はいはい、そうですね、頭を動かさずにパーンと、おー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 、違う、行きました、違う、パンチ力ありますね、うん、素晴らしい、もうありがとうございます。いやこれは本当にいい当たりが出ました。いやいやいや、嬉しい、一発でできるところがさすがNBA プレーヤーのお父様だ。渡辺さんは、はい、やっぱ右足をちょっと怪我されてからっていうか、はい、こういう風ないわゆる、左足上がり、いわゆるこういう傾斜がやっぱ右足に負担がかかるから苦手だと、はい、でなおかつちょっとラフも苦手だと、そうですね、いうようなので、ちょうどもってこいの、そうなんですよ、ところから2打目なんですが、はい、一回打ってもらった方がいいですか。あ、そうですね、じゃあ一回、まあ、一つアドバイスとしたら、うん、はい、その右足がちょっと怪我されて、はい、こっちに体重をかけたままじゃ絶対ダメなんで、逆にもう、うん、なるほど、左足に体重をかけて球は低くなってもいいので、うん、もう左足体重で打つっていうのが一番多分大事だと思います。なるほど、だから右足に負担をかけないように、はい、最初から左足に体重をかけて、はい、球は低くなってもいいので一回打ってみてください。これプロ、右足左足の体重配分はどうなんですか。
もうこっち7っすね、7、8っすね。7、8は左足、左足でグッと乗っかってきて、乗っかってそのままもう打っていいです。で球は絶対低くなるので、はい、これを上げるときにこっちに行ったら意味がないので、あ、こう行きますね、絶対に。こう行っちゃダメなんですね、はい、この傾斜になるとやっぱこっちに行きやすいので、はあ、逆にもうこっちにもう8割体重乗せといて、もうこのまま左足にあるまんま、じゃあもう左足軸にしといて、もしていい、その軸のままもう体重移動しなくていいと、はい、体重移動は せずにもう手打ちなので、手打ちで、はい、こう左足体重かけたまんま、はい、だからもう球は絶対自然に低くなるので、右に、そうそうそう、そっちです。で体重はもう完全にもうここ8割型体重左に乗せたまんまです。右に体重は乗せずに、その左に体重あるまんま。あ、いいか。もう一発いきましょうか。はい、すいません。今も一瞬右に行きましたね。はい、体重が一回右に行きました。自然にこっちに上がりやすいので、なるべく左足にも体重乗せたまんまです。で言ったら、これ芝生を取っていいので、はい、体が浮くとやっぱトップになってしまうので、ここを打つように意識した方がいいです。うわー、すごい。オッケー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 。おお。ナイスショーナイスショー。これ結構乗りましたよ。乗ってるでしょ。いや乗ってはないと思いますけど、すごいいい感じで。最初のはなんかやっぱりこうちょっとこうなって上に当たっちゃったような、うん、なね、ちょっともう一球。 OKOKOK、 でもやっぱり打った後ちょっとこうなりますけど、あ、それは大丈夫です、はい、あ、でも綺麗に、うん、いや乗ったと思いますよ。素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。マジですごい、いやいやいや、やっぱねポテンシャル高いですよ。よく言ってますよ、ボールを使うことをやられてたんで。そうですよね。いや嬉しい、これをなんか今度から攻略できそう。ここでもう本当にペチャーっといって、それかなんかこう上がってしまう、全然、はいはい、だからいつも上げに行かないことを意識してください。もう上から潰していいので、ただもう手のスピードが速いので、だからあれぐらい球が上がっていく。5番アイアンであれだけ上がるんですもんね。素晴らしいです、びっくりしました。いやもうゴルフは結構やられて長いんですか？ゴルフは長いですけど、もう本当にね30年ぐらいはやってるんですけど、はい、実際やっぱり1996年に四国に戻ってきまして、それからまあやっぱり練習もできるし、あ、ね、近いところにありますんで、ね、これ藤島さんの、これ、はい、そうです。じゃあ藤島さん一応あの、まあ、軽くベタピンに寄せておいてください、はいはい、残り100ヤードぐらいですね。こういう時の100ヤードってちょっと左足上がりじゃないですか、はい、なんかこうアマチュア的に言うと何を気をつけたらいいんですか？やっぱあのこういう傾斜なんで、さっきも言った通りに、はい、やっぱあの球を上げて打とうとするとダメなんですよ、うん、言ったらもう僕はいつも心がけるのがボールの先のターフを絶対取ることを絶対試合中でも意識するので、もうとりあえずここの芝生を素振りでもこうやって芝生をまず取る、うーん、ことが大事なので、だから浮くと取れないじゃないですか。あ、はいはいはい、あ、だから下に素振りでも芝生をなるべくここで取ったりすると自然に体が覚えてくる。なるほどね、はい、まあ、それを含めてでこれもちょっと、じゃあちょっと左足の方にウェイトを持ってくるんですか？これぐらいでも。そうですね、僕はどっちかというとちょっと左足にこう体重をかけながら、まあ、言ったらもうフィニッシュも多分ここで自然に終わるんですよ、はあはあはあ、フルショットじゃない限りは、はあ、だからまあこれぐらいの形で終わるように、であとはもう下半身が絶対浮かないように。音が違うな、音が違う、いい音。ああ、ありがとうございます。素敵ありがとうございます。素晴らしい、はい、で言ったらやっぱ自然にこうやってターフがこんなに、はい、この斜面でこんなに取るんですか？そうですね、やっぱどうしても、ね、よくプロの試合見るとこうダーンと取る、はい、こんなとこでも、はい、
こんだけ取れるんですか。そうですね。そうですね。だ下半身がやっぱすごく安定しとかないとダメなんで。9番ホールなんですけれども、はい、いい景色ですね。そうなんです、うん、もうここはもう本当に最高のそのロケーションじゃないかなと思いますね、うん、すごい。なんか結構タフな登りのホールなんですけど、はいはい、ここ上がってきて上がってきたら苦労して上がってきて、ほんでピンピンがねあーっと言うけどパッと下を見ると、うん、ゴルフやってよかったなっていう。なるほどね、はいはい、それもゴルフの醍醐味ですよね。醍醐味ですよ本当に。いやいや、まあ、渡辺さんには8番で習ったことをちょっと復習してもらいながら、はい、ちょっと苦手というあの長いバンカー、ね、バンカーショットにもチャレンジしてもらいたいと思います、はい、じゃあ僕から行かせていただきます、はいはい、ぜひぜひ。うわうわいいなあ、あんな球が打てたら。なんですかこれ。またこの青空にあの白球が。あれ気に当たったんじゃない。気に当たりました。ちょっと当たったような感じがしましたね、ちょうどここからあそこまで260ヤードだったんで昨日 木まで。あどうぞ。はい、ありがとうございます。さっきの復習ですね。さっきの顔を頭をしないで、はい、しっかりと手打ちでもいいから。オッケーオッケー。ナイスボール。パンチ力あるな。素晴らしい。ナイスショー。いやいや、ヘッドスピード速いっすよ。速いです。あれ低く見えるんですけど、意外と球は上がってるので、こうなってるからね。なってるからちょっと、はい、そう思うだけで。はいはい、わかります、はい。ここまで来ました。これ。この狭いフェアウェイのど真ん中にいるんですよ。すごいですよね。すごいです。たまたまなんですけど。で、ここからまあロングですから2打目をウッドで打っていこうということなんですが、はい、5番ウッドですか。はい。5番ウッド。これちょっとは気をつけられるポイントみたいなのは、まあ、ちょっと傾斜が今度はちょっと前にあの前にちょっとこう傾斜があるので、こうなってるってことですね。はい。はい、そしたらやっぱこういう時は長く持つより、うん、まずちょっと短く、はい、であとはもうそのあとは芯に当てることを意識して、であそこにちょうど木があるので、はい、あの上を多分狙ってちょうどいいんかなって感じです。なんかあの素人の考えだとこう傾斜だとボールがフックになりそうな感じがあるんですが、これで気をつけなきゃいけないのが、うん、やっぱ右を向くともっと左行っちゃうんで。あー、なるほど。だから逆に、うん、逆を向いてあげれば球って右に行こうとするんで、おーおー、うん、こう向いちゃうとこう右肩が入ってきて結局左行っちゃうんですよ、うん、言ったら窮屈で打ってしまうので、はいはい、逆に視界を広くしてあげて、これが左、うん、自分の中で相当左向いてるっていう形にした方が球は左に行かないです。逆に右にそれでいい。へー、これ不思議なもんですよ。目標はあの木なんですけど、ちょっと気持ち左向いとった方がいいですね。オッケー、そこでいいです。でこっちでパーンと短く持ってないで、うわー、本当だ。ほら、球右に行こう、それで、ね、右に行っちゃう。プロが言った通りのボールだ。当たってないですけど球がこうやって右に行くじゃないですか、はいはい、だからその傾斜によってこう右に向いちゃうと、うん、右肩が被ったりする。だから左に思いっきり左行っちゃうんですよ。だからこうやって視界を絶対広く持ってれば触れるスペースも窮屈にならない。ではですね、渡辺さんが、はい、あの長い距離のバンカーがちょっと苦手だと。ここでやっぱ30ヤードから35ヤードぐらい、ちょっと場所によりますけど、そうですね、あるんですけれども、僕らはまずクラブ迷うんですよ。あ、なるほどですね。その50、まあ、入ってるクラブによりますけど何度がいいのかとか、うん、ウェッジじゃ届かない部分もあるんですよ、サンドウェッジじゃ、はいはいはい、だから僕も試合中とかピッチングとかでもバンカーしたりするんですよ、うん、40とか50とかなら、うん、
でそれでクラブでまずは同じ打ち方だけどクラブのそのロフトのある内で判断する、うんうん、10ヤードだったらサンドウェッジ、うん、20ヤードだったら52度とか、うん、で30ヤードになったら言ったら48度とか、はい、っていう感じで行って同じ打ち方すれば基本的に距離は出ていくので普通にじゃあまずはちょっと打ってもらいましょう、はい、ちょっとなんか56度ですね56です、はい僕的に言うと全然 OK なんですけどねただ傾斜が前に下ってるので球は転んでいくんですけど、はい、まあ言ったら今のだったら僕は全然悪くはないと思うんですけど、はい、でこれを、はい52とか、はい、そんなんもありなんです、はい、言ったらボールがあの一番ミスするのってですね、はい、例えばボールがこうあるじゃないですか、はい、直接当たったら絶対ダメじゃないですか、はいはい、大体10センチぐらいここを打つように常にバンカーって癖つけないとダメなんですよ10センチここ、はい、ここを打つような感じで ここからこう入るんですかそうですそうです言ったらバンカーって唯一ダフらせて打つ特殊な打ち方なんで、はいはい、常にボールの10センチ手前大体そこの今指でこう旋回ここをもう一回打ってみてくださいそしたらボールの下にスッて入っていくのでこれあのボールの位置は真ん中です真ん中はい、はい、ちょっとこっちぐらいでよいしょ真ん中でで開いてはいここねそう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 あバンカーって基本的に絶対ダフらせて打たなきゃいけないんで、はい、だ距離を出すんであれば逆に56度を今のでショートしたなと思ったら52に変えたり、はい、ちょっと52度で打ってみましょう52で意識的には絶対ここをそうかそれを意識するとなんか本当にまあそのゴルフしてる最中はそうやって線はかけないですけど、はいはい、大体そこら辺ですね目線はこれもやっぱりちょっと開いて、はい、いいんですねそう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 いいですねいいですね今いい音だった綺麗に抜けたすごい抜けましたね今あこれしかも綺麗に当たってるっすねあ今これ、はい、綺麗に当たってるっす、うん、だからあのこれ以上ピンが遠かったら、はいはい、逆にピッチング9番とかになるほど、ね、ただ同じ打ち方で距離を出すだけなんで、はい、で3度とか60度とか持っちゃうと距離があっても絶対届かないんで、はい、だから直接当たってトップになりやすいのでそピッチングとかにしてもフェースは開くんですか開きますちょっとプロやってみてください60くださいあ60、僕はもうこれぐらい開きます体もすごいオープンにしてうわーなー入っちゃえあースピン効いたうわスピンがゾゾみたいさすがの学習能力ですよねうんすごいっすありがとうございますいやもう本当に教えていただいたことがねこうなんかこうその通りにやってみたらたまたまうまいこと言ったみたいないやあのその通りにできない人が多いからいやすごいなと思いますさすがあの息子さんのお父様だなといやいや恐縮ですいや DNA はねちゃんと受け継がれてますねありがとうございました今日本当にありがとうございましたセタナイ海が見下ろせる自慢のコース湯島カントリークラブぜひ来てください。